どうもお久しぶりです。前回の動画見てくれましたか？失脱してしまったモーチなんですけど、まあ結論から言うと、治りませんね。通院は月に2回ぐらいしていて、その都度結構治療費はかかってます。モーチを連れて行って診察を含めると約9000円ぐらいいっちゃって、モチを留守番させてお薬だけもらいに行くと6000円って感じで、月に1万円以上はかかっちゃっています。でモチが回し車回すとうるさいから下にタオルを引いたんだけど、そのタオルの中に住み着いちゃったっていうね。まあ可愛いからいいんだけどさ、ちょっとうんちが溜まりがちで、この状態から大好きなキャベツをあげてみると、可愛い顔が出てきました。モチは8月で2歳なんだけど、3歳を目指して頑張ってほしい。可愛いんだもん。毎日朝晩薬をあげてるんだけど、それがまずくって、モチを裏返すと、もう薬なのかなっていう反応になって、チーってちょっと凶暴になってきちゃった。まあそんなに怒ってはないんだろうけど、噛むようなことはしないから相変わらず優しいモチです。8月3日相変わらず出ちゃってます。前回の動画から2ヶ月ぐらい経つけど、もうほぼこれが引っ込むことはなくなった。前はまあ引っ込む日はたまにあったりしたんだけど、今はもうそういう日はない。食欲はちょっと落ちちゃったみたいで、2ヶ月前ぐらいから約 5g ぐらいは落ちちゃったんだけど、元気は元気です。でもうちはこのココナッツの中に入るのが好きで、可愛いことになってます。あー可愛い、可愛いとしか言えない。8月15日、この日もちょっと見せてもらいます。はい、変わりませんね。今後一生この子に薬を飲ませ続けるのか、ちょっと悩ましいところではあります。8月27、この日はなんかいつもと様子が違って、黒いんですけど、この膣の出てる周り、これはうんちではない、かさぶたっぽい。心配になって早急に先生に連絡しました。次回に続く。